NTT ファイナンスより重要なお知らせです現在ご利用中の電話回線にて未納料金が発生しているため法的処置へ移行いたしますオペレーターへおつなぎする場合は一を押してくださいこれは先週テレビ愛知の社員の携帯電話に残されていた留守番電話のメッセージです発信者を見てみるとプラスマークの後に一八四四と続いています プラス1はアメリカやカナダの国番号のため、国際電話でかかってきたことがわかります。着信があった翌日、この番号に折り返してみると、こちらは NTT ドコモです。おかけになった電話番号は現在使われておりません。つながりませんでした。一体どういうことなのか。愛知県警生活安全総務課の担当者に話を聞くと、 やはり架空料金請求詐欺の典型的なパターンだと思います犯人は足がつかないようにするために国際電話を使ってかけてくることが非常に多いです実際に NTT ファイナンスの公式ホームページを見てみると NTT ファイナンスを名乗る架空料金請求詐欺にご注意くださいと注意書きが掲載されていて国際電話を使って客に連絡を取ることはないとも書かれています。 こちらは名古屋市に住む40代の男性です。先月末、仕事中に NTT ファイナンスを語る男から直接電話があり、5分ほど通話をしたといいます。履歴を見せてもらうと、やはり国際電話を表すプラスマークが。スマートニュースのアプリを使っているってことで、1年ぐらい滞納があるから、すぐに支払いを行わないと。 訴訟になるっていう話でした、ね、なんか自分はもう全く身に覚えがなかったので向こうはメールに請求書が入ってるはずだってことだったんですけど、えっとまあ、どのメールアドレスに送ってますかっていうの話を何度も確認したらちょっと電話を切られちゃったんですよねああまだこういうのは <laughs> こんなのは実際にやってる人いるんだっていう思いでまあちょっと同僚と笑いながら話してたい って感じですかね。はい。この男性の場合はすぐに詐欺だと気づくことができたといいますが、愛知県内では実際に NTT ファイナンスを語る詐欺の電話で金を騙し取られる被害が発生しています。愛知県警によると、今年1月には名古屋市に住む60代の男性が携帯電話の番号が犯罪に使われ被害者から訴訟を起こされているなどと嘘の電話を受け。 現金合わせて180万円を騙し取られる被害がありました愛知県内では、今年に入り3月末までに NTT ファイナンスを語る詐欺がすでに9件発生していて被害総額はおよそ1300万円に上っていますまた、去年未年間の架空料金請求詐欺の認知件数は344件で 前の年のおよそ1.9倍にまで増加していますなぜ架空料金請求詐欺の被害が後を絶たないのか専門家は誰もが被害に遭う可能性があると警鐘を鳴らします不安や恐怖を煽られますと人というのは判断を狂わせられるものですで、全く身にも覚えのない話ならば不安も恐怖も喚起しないんですけれども もしかしたらあれがというふうに、えー、どなたも当てはまる可能性はあるんですね、で特にそういうのに思い当たる人に対してこういう電話が入ってくると、えもしかしたらとで、そこに訴訟という言葉が相手から出てきますので、当然怖いわけです、でそれを対応しなきゃいけないというところで、まあ、とっさな判断を求められて、えーまあ、謝ってしまうという心理が基本にあるわけですね。 ではどのようにすれば、被害を防げるのでしょうか冷静にアクトチェック、どういう会社名を使ったかとか、どういう担当であったかっていうところをちゃんと確認する必要があるので、その名前やあその会社の名称を、まあ、インターネット等で、えー、公式ホームページに行って調べること、まあ、それをやればあの、偽物か本物かっていうことは、えー、かなり明瞭になるだろうと思います。 犯人は、要は録音されてるるというと、自分の名前が、要は声が残っちゃうので、すよ<ー>、はい、相次ぐ特殊詐欺の被害を防ごうと、蒲郡市の家電量販店では、きょう、詐欺被害の防止機能がついた電話機の活用を呼びかけるイベントが行われました。例えばこちらの電話機 電話をかけた側には、このような自動音声が流れ、受ける側は相手の声を聞いた上で、電話に出るかどうかを決めることができます。防犯機機能付きのの電電電話話話に買いいを決めた人は今の電話機だと変なっっぱいかかってくるもんで システムがしっかりしてるもんで、そういう詐欺電話なんか、出ないようにする詐欺の被害に遭わないと思っている人でも、あの犯人と直接話をしてしまうと、詐欺の被害に遭ってしまうので、まあ、こういった対策電話機、被害防止機能付き電話機を活用して、詐欺の被害に遭ってほしくない。